こんにちは。こんにちは。今回は？今回は私の木なんですけど、この木どうする、どうする第2弾みたいな形で、ちょっとあの作り方困ってまして、カンタ先生にですね、どうしたらいいかっていうことをちょっと質問して木の方を作っていきたいと思います。はい、僕がちょっといつもの教室のような感じでアドバイスしてるのを皆さんに見てもらうという感じですかね。はい、西山さんがかけてビフォーアフターどうなるかみたいな話をしていきたいなというふうに思ってます。はい、はい、買った経緯とか何が良くて買ったとかっていうのがありますか？あ、そうですね、実はこの木は私の母の知り合いのおじいさんからちょっといただいた木でして、捨ててしまうから持ってってくださいみたいな形でいただいた木なんですね。なのでまあ受け継いだような木になってまして、まああの当時園でもう 3,4 年前ぐらいからずっと作ってるんですが、葉っぱがずいぶん混みましたね。そうですね、もっと当初は本当にこれどうしようかっていうような木だったと思いますが、まああの少しカンタさんともジャッキで寄せたりとか、棚になるようにちょっとこう針金掛けをかけて、そしてまあ針金取っちゃったっていうような感じですね。状態、そうですね。あとシャリの方もこの辺入れたりですとか、自分なりに少し入れたんですが、いかんせんまあこれどうしようか、幅りが大きいっていう気になってると思うんで、まあそこはちょっとこう悩みかな。思いっきりやってあげた方がいいのかなっていうのは思いますよね。はい、まあ今まで針金教室の中でかけてきたのはこれを全部活かして綺麗に棚を作ってそれなりに見えるっていうような感じだったんですけど、今のやっぱり幹の太さとこの幅りで見るとちょっと幹がか弱く見えちゃうというか、これをどうやって迫力を出すかっていうと、やっぱり枝数ある程度落としてあげた方が、思いっきりな作業をしてあげた方がいいのかなと思うんで、ちょっと枝を抜いてあげて、あとはこれもいろいろどこを使うかっていうのが結構難しい木だと思うので、それを見ていきたいなというふうに思います。あの実は盆栽セカンドの方でも、まあ、この木を動画で上げてみようってことで上げてるんですけれども、まあカンタさんからどちらかを抜いた方がいいんじゃないかっていうご提案いただいて、まあ、こっちを抜くかこっちを抜くかっていうのはどっちか選んでやってみてもいいんじゃないんですかって言われて、で僕はですねこちらを正面として、はい、でこれ丸ごとこのパーツ抜いてしまうと、これを抜いてしまって角度をちょっとこうしまして、斜めにして半圏外の形に持ってったら、まあ、早く作れるんじゃないかなということで構想してました、まあ、左側の方が葉が詰まってるから、そうですね、そして枝も、はい、まあ、こういうような形、あとここの角度がこうガクッと、折れ曲がってるような感じで、まあ、これを天神にして、木を作ったら、まあ、早いんじゃないかなっていう、作るのが早いんじゃないかと。あともう棚がもう私が以前かけた針金でできているの で、 そうですね、もうこう広がってますから、まあ、これが、私の構想としてはいいんじゃないかなと思ってたんですね。カンタ先生の、カンタ先生意見を、ちらっと僕もそんな感じの話を過去にしてたみたいで、で、まあ、そうかと今聞いてみたんですけど、こうした場合に、シャリと水水の関係でいうと、この水水が内側に入ってきちゃうんですよ。こっち、左流れになりますか、はいはい、左流れの内側に水水が来て、まあそれも同じですよね、こっちを正面にしてもこっちは内側にシャリが来てしまうので、そうすると本来のシャリと水水の関係でいうとあんまりセオリー通りではないというか、基本的にはシャリっていうのはその風の強い流れの反対からの影響で朽ちていくようなのを想像するので、こちらと背中側が水に来てるんですよ、そうするとあんまりその木としてはあんまりよろしくはないんじゃないかなっていうのがあるので、こう見た時にどっちがいいかなって思う、やっぱこっちが背中になるとこっちを生かした方がなるほどいいんじゃないかなっていうふうに思います。で三島さんの正面こっちで今印してありますけど、ここの水水の動きの良さで、あとここのちょっと鋭角になっているところ、こういうところも良さがあるし、もう一個こっちの、シャリの動きの良さがある。だどっちを正面にしようかなって考えた時に、僕はこの足元のこのシャリがこう若干捻転しているような、こっちの動きの方が僕はいいなっていうふうに
思ったのでこっちを正面にして、うん、でこっちを要は陣にするように抜いて、うん、もう丸ごとここのパーツ取ってしまうっていうことですよね、うん、で構想で言うとこれが頭かなと頭、はい、でこれがその下の枝で、うん、この後ろに来てるやつをちょっと前に持ってきて、まあ、要は差し枝のような感じにできればなと思ってるんですけど、うん、若干ちょっとここも先割れ目が入ってるんです、ねうん、でここではちょっと次テープなんかで養生してあげて生かしたまま、まあ、最後これが枯れたらこの辺が差し枝になってくるかもしれないんですけど、うんそういう形で後ろから前に持ってってでこの辺は裏枝で使えばいいんじゃないかな、うん、なるほど、うん、この辺でもしかしたら頭の付近にこれを持ってくるかもしれないしもしかしたら取るかもしれない、うんうんまあ、つけた状態でちょっとやってみましょうか、はい、わかりました。だいぶ時間かかるかもしれない、ね、丸ごとじゃあまずやることとしてはもうここを陣にしてしまうってことですね、うんうん、それでいいんですか三島さん。いやもうそれでいいと思いますのでその方が頭がちっちゃくなって、うん、この木の動きがコンパクトになってくると思うので、うんうん、じゃあ抜いちゃう。わかりました。じゃあいよいよですねこのブロックを、はい全て抜いてみたいと思いますので、じゃあ道具持ってきます、はい、せっかく針金かけたのにねあでもそういうことだと思いますけどね。逆に言うと、うん、今針金をかけてない状態でただボサボサの状態の陣にして後から針金かけるっていうよりも癖がついた状態の陣の方が、うんまあ、動きは出てきていて、なるほど、いい陣にはなると思う。陣としても曲げといたらよかったと。まあそうですね、うん、後で切るのは楽なのでちょっと長めに切って陣に使える可能性を持っておくと、いらなかったらまた後で切ればいい、うん、話なので。何早口なので話なので話なので、はい、こういう感じで取っていって、うん、で剥いていけば。わかりました。いい、ね、長めにじゃあ残しておきますね。はい、はい、じゃあどうぞ行きます。じゃあこれ2倍速でやらなくても早いぐらいですよね、これね。ね、手を切らないように。そうですね、刺し木をいっぱいできますね。できますね。これ、破傷は、奇襲です。はい、奇襲心拍。奇襲心拍ですね。いや、だいぶすっきりしちゃってますよ。すっきりしましたね。うん、ねえ、いいんでしょうか。いいんでしょうか。これはね、なかなかこういうのやれないと思うんですよね。僕も、まあ、監査にがこうやって言ってくれたからやってますけど、自分じゃちょっと絶対にやれない、うん、まずやっぱりこの2つを生かしちゃおうって思うん で、ね、これはね、やれないです。時にこういう大胆な。そう、はい、終わりました。たこんな感じで、あ、でもだいぶ見えてきてますかね。うん、半分落としちゃいました。半分落ちました。はい、菅さん全て落としました、はい、そしたら、次はじゃあ陣にするような、なんかこう陣の、簡単なやり方とか向き方、まだね初心者の方も見てらっしゃると思うんで、もう一回ねおさらいしたいなと思いますんで。手っ取り早くだったらもうこうやっちゃいますね。やっとこでもみもみ、やっとこでもみもみこれ何のためにもみもみするんですかね。そうするとね、形成層とその木質の部分が離れてくるんで、うん、削っててもいいんですけど、うん、時短になるんですよ、うん、これの方が早いよ。そうするとこう、ペリペリと、ああもう剥けちゃう、ペリッと奥だった。なるほど、感じですね。はい、わかりました、はい、じゃあ、全てもうこれ全部ですよね。この幹の方に対しては僕はここはまず最低いらないですね。いらないですね。もう全部ね、うん、でこのラインでまでシャリンする、うん、でこっちは残し気味で、うん、この裏側の水吸いはいっちゃってもいいんじゃないかな。とりあえずはじゃあ剥いてこの辺まではもうそれは最低でもやるっていうことですね。わかりました、うん、よし、もみもみしときます。スキップしてください。はい、はい、もみもみしてください。もみもみしときます。やっぱ時期的にはちょっとめくれにくい、ね、なんかやっぱ夏の方が全然めくれます、ね、まあそうですよね、うん、
これいくんじゃないですか。これはね、いきますよ。ペロンと。やっとこでもみもみっていうのはね、もう新しいんじゃないですか。新しいですか。あ、来た。はい。これはね、楽しいですよね、こういうのはね。そうでもなかったから。そうでもない。あ、どうでしょう。あ、見えてなかった。ちょっとやっぱ太いところやるとね、気持ちいいですよね。気持ちいい。わあ。なんか玉ねぎ剥いてるみたいな。だいぶ剥けてきました。はいはい、だいぶ剥けました、ね。うん、わあ、見てください、ほら。じゃあ今見えなくなっちゃった。あらら、あらららら、ら下までね、ここで一応ここに切れ目入れときますよ。そう、確かね、一応いかないようにね。そう、ただこの幹のね、部分を、うん、炒め木にしたら相当いい木になるんじゃないかって話してましたね。そ、それはね、思いますね、うん。シャリの部分が大きいから、うん、あ、ここは朽ちてる。すごくいい木になる、うん、予感がしております。私もしております。ただし、今日終わるのかという。終わんないですか。終わんない。今日完成がお見せできるのかという。いや、無理です。問題がちょっと今発生しております。ちょっと ね我々予定が今日ありまして、うん、素人のスピードですから、これ。盆栽歴でも6年ぐらいやってますよ。いやいや、こう、まあ否定できず、ご飯を食べて、やっぱりあの人力じゃ大変なんで、機械の力を借りたいと思います。はい、このカーブ出したい。ここはここは。だいぶ磨いてみました。はい、綺麗になりました。綺麗になりました。真っ白になりました。はい、じゃあいよいよ針金かけ移ります。はい。アルミ線。アルミ線。はい。そしたら直してもらえる。こっち取ったんですね。こっち取りました。こっち最初から聞いてた。大丈夫でしょ。聞いてた通りですよね、ここが嫌味にならない角度が一番。あ、なるほど。大事ですよね。でも陣にしちゃったりしてね。ああ、でもそう、本当にそれでもいいのかもしれないですね。うん、ここまで行ったらね。なんか、まあ、かんちゃんの言うと持ってきて、なんか針金はかける距離の倍の長さ、ね、太さはちょっとね、4ミリ、うん、曲げる部分の3分の2ぐらい。これがこのカメラで撮る最後の撮影です。嘘。多分、そんな記念すべき、記念すべき3年間お疲れ様でした。あ、3年撮ったんですか、そのカメラで。3年間撮りました。すげえ。何本の動画上がってるんですか。多分600弱じゃないですか。600? 頑張りましたよね。すごいですね。マイクのとこ以外はね、うん、壊れてないんで。あ、マイクも、ね、じゃあ、まあ、あのカメラとしては動画を、そう、動画でたまにノイズが入るのがストレスっていうだけですね。じゃあカメラとしては使えますもん、ね、使えます、使えます。とか言ってまたね、新しいの全然ダメだったからそういうオチもあります、ね、いや、楽しみですね。じゃあ次回はちょっとね、新しいカメラ、あの、見たいな、僕は。一視聴者、うん、カメラ好きなの。そんな変わんないと思う。変わんない。このまま行っちゃうんだ。もっとピッチ広いのかもしれない。そわして、これと部分に接ぎ木テープを、はい、貼ってみます。いいんですかね。開かなきゃいいみたいだから、ぐるぐるって巻いとけばいいんじゃない。かっこいい感じですかね。どうですかね。これ終わるときどうするんですかね。多分くっつきますよね、テープ同士だと。あ、本当だ、行きました。やった。もう一回ぐらいやった方がいいんですかね。わからないです。こういう使い方あんまね、ちょっと私も初めてなんで。初めてです。で、このように保護して、保護して避けないように。はい、そうですね。大事な差し枝ですかね。そうですね、これが枯れちゃったら
本当その上で作るような感じになっちゃうと思うので、もっとちっちゃくなりますね。まあなりますよね。まあもっとちっちゃいやり方なんでしょうね。これいい加減な針金がかかっちゃった。いいですかもう。それはあとちょっとですね。あとちょっとですね。さあ個人的にはこっちに巻いた方がいいんじゃないかな。ちょっと裏大きいかもしれないですね。裏はね、ほんとこれいらないかもしれないね。上のね、これね、頭より高いですもんね。これ頭っつってましたよね。うん、これじゃないですか。ですよね、これ天神っぽく、うん、するとこの裏をちょっとコンパクトにしたいですよね、うん、三島さんに残された時間はあと30分と迫ってまいりました。焦ってまいります。これで見てもらおうかな。そうですね、この短い時間でさすがのお仕事です。いやいや、盆栽Qストアで通販もやってます。詳しくは概要欄をご確認ください。はい、もうこの辺はあの綺麗に、ね、向けてまたいらないところをどんどん落としていって最終的な形を作っていけばいいかなと思うんで、はい、今日はこれぐらいでいいんじゃないかと思います。はい、この静止の部分なんですけど、まず頭をこれとして、うん、作った場合、まあ、これが高すぎるんですよね。そうですね。だからその辺を考えてちょっとどれをどう動かすかっていうのを考えて、もし使うんであればこの辺の下に持ってこなきゃいけないですね。まあ、さっきの話でこの辺がもしかしたらいらないっていうのはありましたので下げられないよってもう後で切っちゃおうかなと思います。この枝こいつかな、これね。で頭はもっとこっち側に行きたいですね。残して潰した方がいい。あ、よかった2本かけといて。曲がりますか。まあ、あと最悪引っ張るとそうっす、うん、結束バンドもあります。結束でもいいし柔らかい1枚1ミリ、はい、頭が前に出すぎてるんで、うん、もっと奥にしたいんですよね。なるほど。若干引っ張れれば十分かなと思うんで、この空いた隙間に入れて活用して、行きましたね、奥行きました。ちょっとこれがへこんだっすよね、うん、なるほど。この席やればよかった、うん、わー、いい気になる。素敵、素晴らしい。ボンボボン、あ、聞こえてた。聞こえてた。もう使いましたね。我々覚えちゃったもん中で。じゃあ著作権僕にありますから、うん、オープニング考えてました。オープニング考えてました。わー、若者向きじゃないっすね。じゃない。若者ちょっとやってみて。差し枝をグッと持ってくるって話してましたよね、うん、これが来て、これが持ってきてるんだ、うん、あー、割れた。大丈夫、大丈夫、行く行く行く。皮がむけてる、出るだけ。うーん、畳んで放送されたね。何を直してるんですか、今。差し枝を効かせてる。こっちと比べるとね、ね、全然違いますよね。棚っぽくなってきて、まあ、もう立体感が違うんですよね、やっぱ感想は。下っ端抜くのと、うん、そう、このブロック分けというかっていうのがもう全然違いますよね、正直。いいですか、うん、先生、ん、もうちょっとポイントとかを言いながらとか、ね、無言ですやってますけど。頭を決めちゃって、はい、そこから下枝をどこまで持ってくるかみたいな長さとかですかね。ここにやったらいいなみたいなことでいいですか。そうそう、もうちょっとコンパクトにするにはこれだけでもいい、これだけでもいい可能性があります、うんうん、ありますね。うん、だいぶやった。これはやっぱ、いらないですよ、ね、じゃあ天神的な。もっとなんだ、畳んでますね。もっとなんだね。本当別になくてもなくして作ることもできるけど、今とりあえず残してみる、うん、このまま作るんだとすればちょっと間延びしてると、うん、
もうちょっと一個一個の玉をちっちゃくしてもいい、はい、ああなるほど。ちょっと大玉が乗っちゃってる感じですもんね。そうそう、できましたか。うん、さすがです。すごいじゃないですかこれ。だいぶ格上がったんじゃないですか、うん、これね、素晴らしいです。棚がちゃんとできましたね。いや本当素晴らしい。切っちゃいます。あ、ぜひ。まあいらない、うん、じゃあいらないと思うんですけど、うん、うるさいんで。つきすぎちゃってると思う。天神がいらないってことね。一応つけてきましたけど、うん、あとはまあちょっとあと全部白くしてみてですね、うんうん、用語剤で白とのバランスで決めていいんじゃないですか。うわ見えましたね、こうやって。見えましたか。あ、いいじゃないですか。さすがですね。こんな感じになるんだ。いや、こんな感じになるんだっていう感じですよ、本当に。こうやって見るとさっき言ったみたいに裏板でかい気するね。ここはね、上から見るとね、うん、ここで十分なんですよ。そうそうそう、実際にここだけで、うん、まあでも一応残して、一応残した。いやでもいい、素晴らしい。完成でよろしいですか。いやいいです、素晴らしいですよ。また明日でも、ええ、ね、そうですね、これ削って、削って、はい、シャリ、はい、すでにあるところを、あの溶剤塗ってあげれば白と茶色が出てくる、はい、はいはい、でまた画像送ればいい。ああそうですね、お願いします。はい、どうですか。いや素晴らしいですね。やっぱりこの、うん、これを抜いてここだけで作ったっていうことで、はい、まあ、木の幹に対しての大きさが、うん、うん、グッとコンパクトに凝縮されて、そして折りたたんで小さく作ったっていう感じですよね、うん、まさしく。で差し枝をこうグッと出して立体感も出てるし、であとねこの奥行きもあるっていう感じで、うん、あの本当に素晴らしい気にしていただいたって感じですね、うん、よかった。はい、ありがとうございました。カナダさん、ポイントとかは。なるべくでもコンパクトにかなと思うんですよね、うん、鉢をちっちゃくしたかったので、うん、そうですね。ってなると頭のボリュームとかもちっちゃくしてあげないと鉢のバランスがおかしいんで、うん、そこまでやっぱ考えて、はい、かなって、思い切った作業をしてあげないと、うん、木のバランスとか出てこないと思うんで、こっちにあるとやっぱり木がより細く見えちゃうんですけど、うん、こうすると割とねこの大きさに対してこの幹だからそんな細く感じないし、はい、逆に言うと詰まってる感じが出るかなと。いや本当そうだと思いますね。陣の部分は左流れの感じにした方がいいのかな。まあ極端にこうする必要はないと思うんですよ、ね、うん、まあ、若干長いとか落として、ただこっちからの風でやられたっていう意味なんで、あっちに向いてても僕はいい、うん、なるほど、ね、極端に向かせる必要はないです、うん、全部こっちに流す必要はない、ね、まあ、バランスとしてちょっと大きいから短くしとく。それはゆくゆくですね、うん、いらないところで切ってもらえる、はい、まだ枯れたばっかりに見えちゃうんで、うん、それが、まあ、枯れて時代が経ったように見せないといけないですから、うん、なるほど、はい、まだ彫刻もね、これ違いがあるなと思いますね、うん、板シャリ作れますね。いや作れますね、もう作れますよ、うん、めちゃくちゃ板シャリできますから、うん、これ削りがいしかないですよ、はい、削りがいしかない、うん、嬉しい悲鳴ですよ。いい気をもらいましたね。いや、いい気にしてもらいました。本当ですね、素晴らしい。ストーリーを知らなかったから、いや、きっとあのいただいた方も喜ばれてると思いますので、はい、僕が受け継いだことで。なるほど、ええ、うん、これまたね、次につなげていけるんじゃないかなと思います、はいはい、じゃあまたこの木の更新、うん、まあ、シャリができたりとかした時をまた見せてもらって、はいはい、あ、そうですね、あのぜひ追っておまけ動画とかにね、はい、載せていただければと思います。はい、はい、じゃあ締めてください。はい、いいですか、いつものいつものレッツメイクは神田と緑の芸術革命を起こしましょう。はい、はい、これでいいんでしょありがとうございます。ありがとうございました。はい、シャリのこの感じ、あー、板シャリもすごいこれだって。僕の時このタイヤみたいになってた。あ、そうだったの、見なかったっすか。だからちょっとそれ見せていただいて、あ、こんなに合うんだっていうのもちょっと、じゃあぜひ、はい、